プワゾンは1985年にディオールが発売した香水である。ディオールから独立したイブサンローランは1977年にオピウムを発売し成功を収めた。これに対しディオールの社長のモーリス・ロジェはルール社の長香師、エドアール・フレシエに従来のディオールの香水とは全く異なる香りの創作を依頼した。フレシエは 女優のイザベル・アジャーニをイメージし、誘惑をかき立てる、挑発的な香りを作り出した。アジャーニは、ボーイコールルイコールビコ城で行われた、発表会で、新しい香水の命名役を務めた。発売時には、クロード・シャブロルの監督による CM が作られ、毒を何に持つ、この香水は、世界中で流行した。しかし一部では拒否反応も起き、アメリカでは、禁煙。 キンプワゾンと掲示するレストランも現れるほどであった。日本ではバブル景気の最中の1987年頃より流行し、一つの銘柄で15%のシェアを占める大ヒットとなった。1998年にヒプノティックプワゾン、2004年にピュアプワゾン、2007年にミッドナイトプワゾン、2016年にはプワゾンガールのシリーズ製品が発売された。 ブルーベリーの甘いトップノートから中ベローズへの多面的なノートをワイルドベリーコリアンダーシナモンが引き締め全体を蜂蜜の甘美な香りで調和させている。アダムとイブのリンゴを模した形の深い紫色のボトルが高級織物を思わせる鮮やかな緑色のモアレ模様の箱に収められている。このデザインは後のファッションにも強い影響を与えた。ありがとうございます。